ヘンリー・ディア・ボーン、ヘンリー・ディア・ボーン、ヘンリー・ディア・ボーン、1751年2月23日から1829年6月6日は、アメリカ合衆国の医師、政治家、軍人、アメリカ独立戦争及び米英戦争に参加し、1801年から1809年まで、第5代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。 1751年2月23日、ディアボーンはニューハンプシャー植民地ノースハンプトンにおいてサイモンディアボーンとサラマーストンの第12子として誕生した。ディアボーンは幼少時代をエッピングで過ごし、公立学校で教育を受けた。その後、ディアボーンは医学を学び、1772年にノッティンガムで開業医となった。 1771年9月22日、ディアボーンはニューハンプシャー植民地のノッティンガムにおいて、メアリー・バートレットと結婚した。二人の間には、ソフィア・ディアボーンとパメラ・オーガスタ・ディアボーンの二女が生まれた。ディアボーンは1778年にソフィアと死別すると、1780年3月28日に、ドーカス・オズグッドと再婚した。二人の間には、 ジュリア・カスカライン・ディアボーン、ヘンリー・アレクサンダースキャンメル・ディアボーン、ジョージ・ローリー・ディアボーンの二男一女が生まれた。ディアボーンは1810年にドーカスと死別すると、1813年11月にサラ・ボードンと再婚した。二人の間には子供は生まれなかった。アメリカ独立戦争が開戦すると、ディアボーンはジョン・スターク大佐率いるニューハンプシャー第一連隊に隊員として所属し、 バンカーヒルの戦いで60人のボストン市民兵を指揮した。その後、ディアボーンはベネディクト・アーノルドの下でカナダ侵攻作戦に参加したが、1775年12月31日にケベックの戦いでイギリス軍に拘束された。1776年5月、ディアボーンは仮釈放を受けた。その後、ディアボーンは再び大陸軍に参加し、 1777年3月に、少佐となった。ディアボーンは、タイコンデロガの戦い、フリーマン農場の戦い、そして、サラトガの戦いに参加した。1777年冬、ディアボーンは、ジョージ・ワシントンの直属軍に中佐として加わり、バレー法事に駐留して越冬した。ディアボーンは1778年のモンマスの戦いに参加し、1779年の、 サリバン遠征では、ジョン・サリバン少将に随反し、ニューヨーク州北部で、色濃い族と対峙した。1781年、ディアボーンは大佐に昇進し、副補給局長として、ワシントンの補佐役に加わった。ディアボーンは、ヨークタウンの戦いで、チャールズ・コーンウォリス率いるイギリス軍が降伏する、場面にちあった。1783年6月、ディアボーンは、 大陸軍を退き、マサチューセッツ州、ガーディナー、現在のメイン州に移住した。ディアボーンはメイン地区担当の連邦保安官となり、1793年まで同職を務めた。1793年、ディアボーンは共和党から連邦会院議員に選出され、1797年まで2期4年、同職を務めた。1801年3月、トーマス・ジェファーソンが、 大統領に就任すると、ジェファーソン大統領は、ディアボーンを陸軍長官に任命した。ディアボーンは陸軍長官として、インディアンをミシシッピ川衛星に移住させる計画を支援した。ディアボーンは、ジェファーソン大統領の任期満了となる1809年3月まで、同職を務めた。1809年、ディアボーンは、ジェームズ・マディソン大統領によって、 ボストン港の朝税官に任命された。ディアボーンは同職を1812年1月まで務めた。1812年1月27日、ディアボーンは合衆国陸軍に参加し、上級少将に任せられた。ディアボーンはナイアガラ側からニューイングランド沿岸にかけての北東部地域での指揮を任された。米英戦争が開戦すると、ディアボーンはモントリオール、キングストン、 ナイアガラ要塞、そしてデトロイトに対する防備計画を策定し、同時攻撃に備えた。だが、計画は完全には遂行されず、デトロイトに十分な兵力を固めることができなかった。その結果、デトロイト包囲戦において合衆国陸軍のウィリアム・ハル将軍は、アイザック・ブロック率いるギリス軍の威嚇に耐えられず、一戦も交えずにデトロイト砦を明け渡してしまった。 ディアボーンは1813年4月27日に、ヨーク、現在のトロントを、1813年5月27日に、ジョージ要塞を獲得したが、選挙区に大きな影響をもたらすことはなかった。ディアボーンは1813年7月6日に、前線から呼び戻され、ニューヨーク市での指揮管理を任ぜられた。その後、ディアボーンは、ウィリアム・ハルに対して、 デトロイトでの敗北責任を問う、軍法会議で議長を務め、春に有罪判決を下した。ディアボーンは1815年6月15日に合衆国陸軍を退いた。ディアボーンは陸軍を退いた後、ジェームズ・マディソン大統領から陸軍長官への就任要請を受けた。だが、上院の承認を受けられなかった。ジェームズ・モンローが大統領に就任すると、 ディアボーンは自ら養成して中ポルトガル講師となった。ディアボーンは1822年5月7日から1824年6月30日まで中ポルトガル講師を務めた。1824年中ポルトガル講師を退いたディアボーンはマサチューセッツ州ロックスベリーに隠居した。そして1829年6月6日ディアボーンは ロックスベリーの自宅で死去した。ディアボーンの遺体は、ボストン郊外のフォレストヒルズ墓地に埋葬された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。